よ。ちゃんと来てくれたもの。今日は私とアキト君にとって記念すべき日ですから。1年前の今日、アキト君とここに来て、1年後の今日、こうしてまたあなたに会えたこと、本当に嬉しく思います。ですから今日は目いっぱい楽しみましょう。アキト君、って、ありがとうございます。いえ、逆に集中できましたわ。隣にアキト君がいるんだと思うと安心できましたから。本音を言えば、もう少しドキドキしたいような気もしましたけれど。ええ、そうしましょう。自分ならどのように語り聞かせるのか考えるようにしているのよ。次はダメよ、恥ずかしいもの。うまくてもダメなの。どうしても顔が浮かんでしまって。ええ、だからお母様とこの手の話はしないことにしているの。私のことはこれくらいにして、アキト君の話も聞きたいですわ。むつら橋の会は何か新しいことがあったはずよね。いえ、あって当然だわ。もちろんあったわよね。当然聞いたし、ブログも毎日欠かさずチェックしています。
でも私は最新の情報が知りたいの。新人？いいえ、初耳ですわ。吉岡と会った時にはそんなの一言も言ってませんでしたのに。それでどんな子なの？前会長としてはぜひとも直接面談して星への熱い思いを聞いておかないといけませんわね。そうだったわね。なんとか偶然を装って。そうだわ、謎の占い師として道端でひょっこりと。やっぱり明人君がこっそり出会いを演出してくれたりはしない？そうよね、せっかく仲間が増えるのですもの。 OG がしゃしゃり出て邪魔をしてはダメよね。わかりましたわ。ここは祝いの品を送るのみにしておきます。私の方は特に何も。端に映っていただけでは何の効果もありませんわ。明人君は読んだことありませんの？亡くなってかなり経つ作家さんの作品ですけれど、星座や神話の表現がとても美しいの。もちろん構いませんわ。きっと明人君も気に入ると思います。私だって毎日でも明人君に会いたいのですけれど。今日は記念日デートですから、きちんと時間をとっていますので、目いっぱい明人君を堪能させてくださいね。ところで明人君、今日は初デートからちょうど1周年ですけれど、もっと大事な記念日が間近に迫っていますわよね。惜しい。違いますわ、明人君。初めてのキスという意味においては確かにその日が正しいと思いますけれど、告白してお付き合いするようになったのはその次の日からですから。明人君のご都合がよろしければ、その日も今日と同じようにデートをしませんか？本当に？いいえ、違わないわ。私もバンナーを排してデートをしたいと思うもの。あっという間でしたわね。ねえ明人君、何か不満のようなものはないかしら？不満というのは大げさだったかもしれないわね。私と明人君の関係で気になる点や変えたい点などは。もちろん私にもあります。こうなるといいなみたいなものが。お付き合いを始めて1年の節目ですもの。お互いに提案してみるのも悪くないと思って。喧嘩なら望むところだわ。むしろ全くしていない方がおかしいもの。喧嘩し合えるくらいの方がより深い関係と言えるでしょうから。私たちはそろそろ次のステージに進んでもいいと思うの。どうかしら。